東洋医楽でも西洋医楽でもない第三の医薬としての病気のない過度を越えるための研究をしなさいとこれからは心の時代がやってくるんだというんですねもう心の時代を象徴するかのように脳科学者の茂木健一郎を聞いたことあると思うんですけれどもあのそういった人がいるんですけれどもですねこの人も実はソニー社員なんですよね。でえーと でこ茂森、えー、健一郎氏はソニーコンピューターサイエンスラボラトリーというところに配属になりまして私はですね生命情報研究所というところに配属になったとこれがあの生命情報研究所のですね発足会、えー、社内で、えー、内々でやったんでですねこういうふうな感じなんですけれどもこれがですね生命情報研究所の関係者一同でここ,に立っているあここに座っている人がですね ソニーのソリューションのようかマソルシュでですね。この後ろに立っている人あの人がですね実はあの若き若きの山崎阿そうなんですよね。おいででそれでですね。横ここに座っている人がですね、えー、厚み勝彦っていうあのお医者さんなんですけれども、えー、東大のえっ、ー、と医学部のですね名誉教授の人なんですが。 いえー、と若い頃はですは、ね、ヤギに世界で初めて人工心臓をつけたという人工心臓の権威をやっていたわけなんですけれども晩年に代替、ね、医療というふうなあの医療がありましてどういうのかというとこの東洋医学でもない成分医学でもない第三の医療これが代替医療なんですけれどもこれの、ねえー、専門家になった人で,でこの人がです、ね、あのなんとあの鉄アトムで有名なです、ね、鉄学治士のです、ねえー、高校時代中学高校時代の同級生。 だったんですそうですねでそれなんでこの、えー、鉄腕アトムの中にあのお茶の水博士って出てくるのって覚えてませんかねそういうあの博士が出てくるんですけどもそのお茶の水博士のモデルになった人がうちの人が1人がこの人というふうな感じになっているんですねでこのようなですね、えー、ユニークな、えー、人がですね顧問になっていだきましてですね我々を引っ張ってってくれたわけなんですがでここで、えー、このこの 東洋医薬でも西洋医薬でもない第三の薬というようなテーマでどんな研究をしようかというふうなことでテーマ探索をしていったところをサイモントン療法っていうのに巡り合ったとサイモントン療法っていうのはですねこの人がサイモントン博士であがん患者への心理療法のことをサイモントン,ン,トンさんが作ったがん患者への心理療法はこのサイモントン療法なんですけどもでこの人のですね奥さんがあの 心理療法をすする人なんですねでそれでいろいろ心理療法をや,やってみると心の持ちようによってがんが良くなったり悪くなったりするというふうなことに気が付きましてでそのことをこのサイモン・ト博士に話したところそうかとそれじゃあがん細胞をやっつけて喜んでるイメージをしてもらったらあのがんが治るんじゃないかというのでですねこういったあのがんを治療する普段はこの放射線科のお医者さんで放射線をがん患者に当てて治すということをやってるんですけども。 これを聞いて、ですね積極的に心の状態を良くすることによってがんを治すというふうなことをしてしまおうというのを研究に入っていったわけなんでですねれで、えー、とでそれで,ですね。 このサイモント博士の上司はそんなことをやったとがんが治るはずはないじゃないかとその当時、ですねあまりその乗り気じゃなかったんですけどもこの患者さんの中にですね末期がんの患者さんがののがんの末期、ね、がんの患者さんで唾を飲み込むのをやったとというような患者さんがやってきてもう西洋医学ではどうすることもできないという,ふうなことになったのでこのサイモントン療法というのを施したんですねそうしたところですね2ヶ月間でがんが完治してしまった だから西洋医学ではもう治らないと言われている人がですねこの心理療法でですね完治、えー、になってしまうという非常にですね劇的なことが起こりましてでそれでこの患者さんはですね他に関節炎とかインポテンツも患っていたんですがそれらもですねサイモン・とトの療法では治してしまったというふうな感じなんですねでこの西洋医学とか糖尿薬とか使わずにですが、ね、んが治ることをですが、ね、んの自然退職というふうに言うわけなんですねそれで,でこのおそれ以外にも えたくさんの患者さんにですねこのサイモントロン療法を施していった様子をこがんのセルフコントロールといん本の中にまとめたんで、これが全世界的にあの有名になっちゃいまして、で日本の NHK でもこの、えー、サイモントロン療法の特集番組が組まれたと、でその番組を組、ま、見た私がですねこれこそがソニーのソリューションが言うところの病気にならない、体を起こしやるための研究というのにぴったりだということが分かったので、この研究をやろうということになったんですね。でこの話をですね中央研究所の所長にしたところですね。<music> こういった研究をするんだったらもっと本格的にやりなさいという話になっちゃいましてでこのこういうサイモントン療法の本格的な研究というと医学的な研究をしないとするということになってでソニーだけだと医学的な研究ができないのでどこかえ共同研究をしてくれる先はないだろうかというのでですねえ探していったところ 東京のこだわりにです、ね、国立精神神経センターというのがあるんですけれどもそこの免疫研究部のお医者さんがです、ね、このがんの自然退縮の研究を行っていたのでほどですね、えー、共同研究をすることになったんですけれども。 でこのがんの自然体質の研究というのはです、ね、精神・神経免疫学というこういった学問の中にの一部なわけなんですね。でこれまでこのがんの自然体質というのは医学として扱われてこなかったんですけれどもだんだん医学が進歩するとこの精神と神経と免疫の間では密接なの関係があるんだというふうなことがです、ね、分かってきたわけなんですね。でえー、と大体どんなふうにしてがんが治るのかといいますと。えー、この本当で がんをやっつけて喜んでいるという、この喜ぶというふうなことをするとです、ね、この脳の中の快楽臭数というのがあるんですけれども、この快楽中数がです、ね、興奮してです、ね、ここからホルモンが出るんですよね。で、そのホルモンが免疫系に作用して、免疫力が高まるという,ふうなことなんですけれどもで、そうすると、がんだけじゃなくてです、ね、今はやりのです、ね、コロナとかです、ね、インフルエンザとか、そういったです、ね、ウイルスもです、ね、免疫力が高まれば、当然やっつけることができるわけなんですよね。だから、瞑想というふうなとか、催眠とかっていうのはですね、こういうふうな、 えー、ことがでですすねね可能になってくるんでです、ね、非常にこの有効になるわけなんですね。でそれで,、えー、とですけれども、えー、とこの精神神経免疫学という学問がですねできて間もない頃だったんでいろんなあの実験データがまだ少なかったんですね。でそれなんで自分たちで実際にですね、えー、この快楽な状態を作ると癌が治るんだという,ふうなことを証明しようというふうにです、ね、医学的な証明をしようということになったわけなんですけどもどうやってやったかというとこのマウス。 を用いましてですねこのマウスをですね A 群と B 群に分けておきましてこれで脳にですねこの電球を刺してこの快楽手術に届かせるとで皮膚にがん細胞を覆いつけておいて電気神経ありこの人為的に快楽な状態にするとこっちの方は比較のために電気刺激なしなんですけれどもそうしたらどうなったかといいますとこっちのですね電気刺激ありの方は一番最初にがん細胞が壊れたという,ふうなことが分かったんですねでこっちは変化なしと。 がん細胞を壊しているのが白血球なんで白血球の状態を、えー、見てみようというので見てみたところ白血球が活性化しているとこっちの方は変化なしということでですから、えー、と脳に電気を動さしてです、ね、電気刺激をすることによってです、ね、快楽な状態を作れば白血球が活性化するのでがん細胞が壊れるんだという,ふうなことがです、ね、医学的にきちっと証明できたわけなんですね。 でマウスの場合ですと頭に電極を刺して快楽な状態にするという,うなことで,です、ね、こういったことが起こるんですけれども人間の場合ですとこれが不可能なんで,です、ね、いろいろな、えー、方法で,です、ね、この快楽中枢を刺激するにはどうしたらいいんだろうかというのをです、ね、研究しているわけなんですけれどもでここで免疫力なんですが、えー、今、このコロナで,です、ねえー、お年寄りとか赤ちゃんとかがコロナにかかりやすいとかというような感じで。 で報道されてますけれども、20歳の時にはですね100とすると、ですねこの生まれたばかりとかの子はですねその半分以下なわけなんですね、それからまたこの50歳になりますと、ですねこの20歳の子の免疫力がですね半分ぐらいになってしまうと、で70歳だと20%ぐらいになってしまうと、ですからこの辺の方がですね非常に重症化しやすいというのは、免疫力が低下しちゃってるからなんですね。でそれなんで、えー、この 瞑想とかです、ね、そういうふうなものをです、ね、してです、ね、免疫力をこの免疫力が下がるのは加齢、ね、とストレスなんですね年を,年を取ることとストレスによってです、ね、この免疫力が下がってしまうので瞑想や催眠をしてです、ね、ストレスを回避すればです、ね、これをあまり下げないですう、ね、になってくるわけです、ね、ですからこの免疫力というふうな観点からしてもです、ね、瞑想とか催眠というのは、ね、非常に重要な方法になってきてるわけなんですね でそれで、えー、快楽な状態を作るというのの,をその瞑想や催眠に至ったあその結論に至ったのはですねこの一番最初、このサイモン斗博士は喜んでいるイメージをするとだからイメージ療法をすることによってがんを治すという,ふうなことをしてたんですねで私もソニー社員を集めましてですね、えー、このいろんなです、ね、イメージをする練習をしてもらったんですけどもなかなかイメージが上手にできる人が少なかったんですね。 じゃあ上手にこの快楽な状態を作るためにはどうすればいいんだろうかというのでいろいろ見つけていったところを催眠という,ふうなものに出会いましてですねこれをやりますと非常に上手にイメージをしてもらうことができるとそれから、えー、催眠ですとです、ね、一体多数というわけにいかなくてですね一度に一人の人しかできなかったんですけれども瞑想という方法を持ちますとですね一度にたくさんの人を快楽な状態にできるわけなんですねで、えー、それからですね この瞑想とか催眠とかに興味を持つ人のところに行くとですねヒーリングっていうふうな言葉をですね喋る人がいたなんかするとでヒーリングというとテカサス治療とかっていうんでですねなかなかん宗教のブリかとかっていうような感じになっちゃいまして手につけるわけにいかなかったんですがところが電子技術総合研究所っていうところでですね 気の,の研究をやっている人がいまして、ですねで世界でじゃない、日本で一番大きい研究所なんですね、この電子技術研究所というのは、それなんで、あのいろんな研究をやっていると、気の研究をやっている人がいまして、学会でですね気には電車的側面があるという、そういうふうな発表をしたわけですね。でえー、と私も電車は得意と、ソニーも電車は得意ということで,で、すね科学的な研究が可能であるというので、ヒゲリンの研究もです、ね、し始めたわけですね。 でそうしたところ、ですね、気の,の研究でとっても有名なですね、えー、この佐々木茂という教授がいましてその当時は電気通信大学の工学部の機械工学科の教授でしでて、ねこ,えー、この人のライフワークとして日本再科学会というのがありまして気の研究をやる学会なんですけどもそこの会長をやっているとでこの気の研究というとこの佐々木茂 教授という,ふうな感じで非常に有名な人なんですがこの先生にですね私はソニーで催眠と瞑想とヒーリングの研究をしているんですよという話をしたところですねこういった研究をするときには山崎と言っ,ってまた言われちゃいましたです、ね、あの普通の研究というのはですね、えー、例えば催眠の研究をするんだったら催眠ができる人を呼んできて催眠を受ける人がまた行ってですねで、えー、とこの科学者としてはですねそれを第三者的に観察をすると。 瞑想の研究をするときには、瞑想ができる人とですね瞑想を受ける人を用意して、ですねそれを第三者的に観測するというふうなものが一般的な研究のやり方なんですけれども、こういったこの意識の分野のに関しては、その研究する科学者自体が催眠の専門家、瞑想の専門家、ヒーリングの専門家にならないとだめなんだという,ふうなことを言われまして、ですねそうかというので、私はですね、催眠の先生、瞑想の先生、ヒーリングの先生、 というようなですね、資格もですね、取ってですね、研究に励んでいたわけなんですね。